イワン王子と火の鳥を乗せた魔法の絨毯放浪の、最中に、流体時を余儀なくされるイワン・ツァレビチ・イワン王子、または、イワン・ツァレビチは、ロシア民話に登場する英雄である。前向きな役柄を与えられ、しばしば悪のゴンゲのカスチェイと対決する。時に、魔力の持ち主として、魔剣、クオデネンツを操るとも描かれる。多くの場合で三人の巫女のうちの末程とされている。 おとぎ話の、銅の国、銀の国、金の国では、母親は、金髪のナスター社であるとされている。別の伝承では、イワン王子は、複数の女性と結婚しているといい、美貌のエレナ姫、賢いワシリーサ姫、マーリャモレーブナといった女性たちがそれにあたる。上記の他に、イワン王子が登場する有名な説話に、竜王と、賢女ワシリーサ。 若返りのリンゴと命の木の話があり、舞台作品では、イーゴリ・ストラビンスキーの三大バレエの一つ、火の鳥が挙げられる。ありがとうございます。